はい、のりさん、こんにちは。超偏見自在の逆、変化球が少ない人のコンボがあってもいいのではとずっと思っている吉村です。今回は珍しいコンボについて紹介させていただきます。コンボとなると12球団勢、リーグ染め勢、純正勢の全てにとって重要な要素ですね。そんなコンボの中にも狙わないと出せないコンボや出すのが非常に難しいコンボが存在します。事実、私も今回紹介するコンボに出せなかったものがありました。今回は超偏見自在や極みどこどこ魂といった出しにくいコンボというより狙わないと出せないコンボやあまり知られていないコンボを紹介するので、その点はご留意ください。この動画は私が個人的に調査した結果をお伝えしている動画なので、当然間違いも含まれていると思います。もし間違いに気づいたらコメント欄で教えてください。それではぜひ最後までご覧ください。メジャーの記憶。 NPB にはたくさんのメジャーリーグ経験者がいらっしゃいます。そんなメジャー経験者を4人オーダーに入れると発動するコンボがメジャーの記憶です。画像の4人も確かにメジャー経験ありますよね。こういった類の気づいたら出ているコンボで言うと、他に若手の活躍やベテランの意地などがありますが、このコンボは狙っていないのに出ることは非常に稀でしょうね。このコンボは画像にある通りメジャー経験がある通常選手など現代のステータスの選手に加え、後にメジャーに行く TS 選手、 OB 選手、さらにはワールドスターの選手でも発動します。しかし後にメジャーに行く通常選手などの現代の選手はコンボ発動対象選手にはなりません。その選手が実装された時にその選手本人がメジャー経験があるかが大切ということですね。ちなみに対象は日本人選手なので、このように大リーグで大活躍していたジョーンズ選手を入れても対象選手にはなっていませんね。堅牢なるセンターライン。これはリアタイ勢で特に守備力を重視している方なら意図せず発動している方もいらっしゃるのではないでしょうか。このコンボはセンターラインの選手が全員そのポジションの適性が A 以上あれば発動するコンボです。画像の坂本選手はショート適性 A の時代ですが、2019シリーズ2からは適性が B に下がってしまい、松井和夫さんや西武時代の中島博之選手など総力型以外などのショートの選手は適性が B か C なので、最近ではこのコンボはかなり出しにくくなっていますね。このコンボの他に鉄壁センターライン、剣士入管など下位のコンボがたくさんあります。ちなみに外野3ポジション全てを適正 A 以上の選手で揃えたら発動する堅牢なる外野陣なるコンボも存在するらしいですが、前回の動画でも紹介した通りレフト適正 A の選手は2選手しかいらっしゃらないので、現環境では最も発動させることが難しいコンボの一つになっています。超左キラーズ、超右キラーズ。レベル5の同じ特殊能力を持っている選手を3人オーダーに入れると極みコンボが発生します。逆に超特殊能力が存在しない特殊能力でも3人オーダーに入れれば超コンボまでなら発生します。ここでは話が面倒になるので、どこどこキラーのようにコンボが発動しない特殊能力は除外します。超までしか発生しないコンボの比較的出しやすい例を挙げると、超特殊能力が存在しない対強打者、対エースを3人入れると発動する超エースキラーなどが挙げられますね。超左キラーズ、超右キラーズもその一つと見せかけて実はそうではありません。野手と投手の特殊能力を共有してコンボを発動させられるだけでも十分珍しいですが、説明文のところをよく見ると超特殊能力の存在がはっきり記されています。確かにご覧のように超特殊能力を持っている選手がいます。このコンボに極みコンボが存在しない理由はただ一つ、その特殊能力を持っている選手が少なすぎることです。詳しくは後日投稿予定の珍しい特殊能力で紹介するつもりです。打線九重層。打線九重層はその名の通り打線に9球団の選手が存在する、すなわち DH 含むスタメン野手の所属球団が全員バラバラだと発動するコンボです。この時点でリーグ染め勢、純正勢にはリーグオーダーでは無縁のコンボですね。一応セ・パリーグ打線、どこどこ打線は存在しますが、こちらはベンチの野手まで全員揃えなければなりません。私は元12球団勢なんですが、どの時期のリーグオーダーのスクショを見ても打線九重層を発動していないんですよね。まあ言っても星1コンボなので、無理をしてまでリーグオーダー等で出そうとする必要はないと思います。ピストル打線、超ピストル打線。ピストル打線はミート B 以上かつパワー D 以下の選手を4人打線に入れると、超ピストル打線はミート A 以上かつパワー C 以下の選手を4人打線に入れると発動します。聞いた瞬間再現不能だと気づきました。
個人的には近藤選手とか前世紀の角中選手などのタイプの選手は大好きなんですけども、クロスピースの地蔵差はパワーと弾道が重要なので少し使いにくいんですよね。そういう背景があるからコナミさんが彼らの救済措置にこのコンボを設置したんじゃないかなという考えに至りました。オール右打線、オール左打線、皆さんはリーグオーダーでジグザグ打線は意識しているでしょうか。知らない方のために説明すると、スタメン野手9人を打席が左右交互になるように打線を組むと発動するコンボです。これは比較的発動させやすいコンボなので出せるときは出しているという方も多いのではないでしょうか。しかし意識しないと出せないコンボにオール右打線、オール左打線が存在します。その名の通りスタメン野手9人全員を右打席もしくは左打席で組むと発動します。その中に両打ちの選手が混ざっていてもその他の選手が全員同じ打席なら発動します。画像では分かりにくいですが両打ちの加藤翔平選手以外全員打席は揃っています。ちなみにオールワン、オールサバンとかもあるかなと思って試してみたらありませんでした。ですよね。おまけ、オール両打ち打線。私はかつてオール左、オール右があるならオール両打ちもあるのかなと思って検証してみました。わかりにくいですが画像は全員両打ちです。結果はオール右、オール左、ジグザグのどれかが発動するということになりました。ここで新たな疑問が生まれました。コンボは上に書いている方が上位のコンボのはずだからオール左よりオール右の方が上位なのかな。もしオール右の方が上位ならオール左よりオール右の方が組みにくいということになります。突然ですが皆さん10秒差し上げるのでアーティストの選手の例を3人出してみてください。回答例には上記のような選手があります。ちなみに私は吉田正尚選手、柳田悠岐選手、筒香嘉智選手の3人でした。ほとんどの方は3人のうち半分以上は左打者だったのではないでしょうか。このように強打者は左打者に多いことを考えればオール右の方が組みにくいというよりオール左の方が組みやすいのではないかと考えました。しかしながらプロスペースで実装されているキャッチャーの大半は右打者だということを踏まえるとオール左打線は組みにくいとも考えられます。結局出た結論はたまたまオール右が上位にされたというものでした。いや結局そうなるんかいって感じですけども、この問題に関して何らかの考察がある方はぜひコメント欄で教えてください。というわけで本日はこんな感じだったんですけども、他にもざっくり解説シリーズを投稿しているのでぜひご覧ください。無課金でロッテ純正ベスト100目指して実況というシリーズもやっていますので、よければご覧ください。気が向いたらチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。